リアルオーダーヘア、オンラインサロン、今日も始めていきたいと思います。前回まではストロボを太陽に見立てて撮影してみました。直接当てると夏っぽい写真が撮れる、写真が硬すぎるなって思ったら天井を雲に見立てて天井に反射させて柔らかくした光を人物に当てて撮る、この違いだけで全然違う写真が撮れるっていうのを見てもらうことができたと思います。で、今日はこういう傘を使った撮影をしてみたいと思います。前回天井にストロボを当てて撮影してみたんですけども、たまたまここの部屋、このスタジオは天井が白かったので光がきれいに天井に当たって回った撮影ができたんですけども、どこの部屋でもこんなに白い天井があるとは限らないんですね。そして天井がすごく高すぎて全然当てても返ってこないとか、天井が木でできているから木に当てると光が茶色くなってしまって人物に当てた時に全体的に茶色い写真になってしまったっていう失敗があるので、こういうふうに白い天井の時はこのセッティングでも綺麗に撮れるんですが、なかなかそういうコンディションの場所っていうのも見つからないことが多いので、そういった時に安定した柔らかい光で写真を撮るためにこういう傘を使って撮影してみたいと思います。じゃあこれアンブレラ傘ですね。ちょっと開いてみます。中が白い傘なんですね。で、普通の傘と違って持ち手のところがこう曲がってない状態、まっすぐな傘、そして傘の内側が白くなってます。この白い面に光を当てることで点だったストロボの光がこれだけ大きい面積になって人物に降り注ぐことができるようになります。それでは早速これつけてみます。はい、傘を差す場所っていうのが大体どんなストロボでもあるんですね。ここに傘を通します。こういうふうに、はい、ね、そうすると光がこの傘全体に当たります。これの差し込み具合っていうのはあんまり傘の奥の方にストロボを差し込んでしまうと、せっかく大きい傘を使っているのに光が当たっているところが小さくなってしまうんですね。なので大きい、せっかく大きい傘を使っているならこの傘全体に光を当てて光を反射した方がいいので、この一番外側まで光が当たるようなところまで抜きますね。こういう状態、こうすることで傘全体に光が当たって天井が白くなくても大きな面積で人物に光を当てることができるようになります。これも角度はだいたい一緒、斜め前斜め上から45度ぐらいのところから当ててあげると綺麗に撮れますね。傘をつけたので明るさを測り直します。はい、カメラの丸いところをカメラを撮る方向に向けてモデルさんの顎の下あたりで、はい、ちょっと強いかな。カメラは 5.6、 デタ目は8になっているので少し強めです。はい、この状態で写真を撮ってみますね。はい、撮れました。はい、これが傘を使ったライティングでの撮影ですね。とっても柔らかく撮れていると思います。人物の反対側にできている影も少なくなってますし、天井にバウンスした時に比べて光の方向性が少し強くなってます。斜め上から当たってるんだなっていうのがより感じやすくなってますね。見比べてみましょう。これが直接ライティング、ストロボが直射日光として当たってる状態、はい、この写真が天井にバウンスしてる状態、天井の広い面積を雲に見立てて広い面積で人物に光を当てています。全体的に光が当たっているのでとても柔らかい写真に見えますね。
で傘を使った写真、はい、こちらになります。さっきの天井に当てたライティングに比べて、こちらの写真の傘を使った写真の方が光の方向性を感じると思うんですね。若干のコントラストが残っているので写真にメリハリがあって、柔らかさの中にもメリハリがあって綺麗に撮れている写真になると思います。こういうふうにいろいろ直射日光で当てるだけじゃなくて、傘を使ったり天井にバウンスしたりすることで簡単に柔らかい綺麗な写真が撮れますので、ぜひ試してみてください。はい、ここまでの動画でストロボの基本的なセッティングや使い方、当て方ですね、やってみました。最初はね、とっつきにくい、ストロボって難しいんじゃないかなって感じることが多いと思うんですけど、これを太陽に見立ててどういう状態で人物に光が当たっているのかっていうことをよく考えてセッティングすることで、とっても簡単に綺麗な写真が撮れますので、この方法よく覚えてぜひ試してみてください。で、ストロボの使い方はもっといろんなパターンがあるんですね。カーテン越しのようにディフューザーを入れてみたり、もうちょっと影が強く出るようにしてみたり、いろんなパターンのライティングがあるので、それはまた順を追って解説していきたいと思いますが、傘一発で撮るライティングですね、簡単に綺麗に撮れますので、まずここまでできるようにしてみてください。本日の動画はここまでになります。ありがとうございました。